国鉄滝16,500系貨車は、1969年から製作されたプロピレンオキサイド専用の35トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継された。 滝16,500型は1969年から1993年にかけて28両が日立製作所、日本車両製造の2社にて製作された。落成当時の所有者は昭和電工、周南石油化学、日本石油輸送の3社であった。その主な常備駅は鶴見線の大木町駅、山陽本線の須防と大木10月1日。 新南洋駅に改名、東海道本線貨物支線の東高島駅である。その後、周南石油化学所有者五両は、1978年10月1日に、徳山総田へ、名義変更した。1979年10月より化製品、分類番号、年32が表記された。約25年間にわたり増備されてきたため、系列的には、 多岐3万5千型からの派生車9両、多岐1万7千型からの派生車3両、多岐3万8千型からの派生車16両の3つに、対別できる。季節機動無ムなしタンク車であり、二役方式は上入れ、上出し式である。図色は、黒または銀色であり、寸法は三系列により、大きく異なる。換算量数は、赤車5.5、空車2.0。 最高運転速度は、時速 75km、台車は12トン車軸を使用した TR41C、TR41E-13、TR225、TR213C、TR213D TR である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、多岐16,504を除く19両が JR 貨物に継承され、 JR カゴも1993年まで制作され、1995年度末時点で23両が現存していたが、2008年度に最後まで在籍した7両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。